若草野球部競争局は、一式銀河による日本のライトノベル。第6回電撃ゲーム小説大賞銀賞受賞作。全3巻で短編集1巻が刊行された。本作品は、電撃小説大賞受賞作品で、唯一の野球を題材とした作品であり、随所に一旦本編から離れての野球うんちくコーナーを挿入するなど斬新な構成を、とっている。なお、 本作品は兵庫県を舞台としているため、阪神タイガースを中心にプロ野球ネタが多数登場するが、当時の阪神は万年再会や自称巨人のライバルなどと称されるほどの低迷期にあり、本校では特別ことりがない限り当時の状況を前提に記載するものとする。2学期初日、若草高校に転入してきた西宮光治、彼は 先の夏の甲子園で2年生ながら名門帝都高校のレギュラーとして活躍し大会を賑わせた10年に1人とも言われる怪物球児である。そんな彼がなぜか少し悩んだ末に野球部,部室の扉を開けると目に飛び込んだのはまさに着替え中の2人の少女の姿であった。そう、若草野球部は部員9人、内女子が4人という弱小どころか公式戦にすら、 出られない部だったのである。しかも、学校のリストラ計画により1ヶ月後の練習試合に勝たなければ、敗部決定の危機的状況にあり、さらにその相手は、光寺が決勝戦で敗れた名門神戸学園という、絶望的状況にあった。神戸学園へのリベンジに燃える、光寺は、なんとヘナチョコボールしか投げられない女子投手付ずき、まゆをエースに擁立し、 打倒神戸学園に向けての特訓が始まるのであった。学問にも部活にも特別目立ったところのないありふれた私立高校。それゆえに特に有名私立の多い神戸市にあって少子化の中生徒集めと資金難に苦しんでいる。野球部は夏の大会では初戦でコールド負けを喫し、3年生の引退後は男子5人。 女子4人と公式戦にすら出られなくなってしまった。直後に転入してきた東の怪物こと、西の宮光理事によって、チームの改革が行われ、強豪校とも、渡り合えるだけの力をつけていくことになる。名称水原監督の指導のもと、全国に名が知られるまでに至った、兵庫の強豪校で、夏の甲子園の優勝校。 三年生の引退に伴い新メンバーとなっているが、KK コンビの再来と称されるエース桑畑、主砲松原を中心に決して見劣りはしない。かつて光地が在籍していた、東京の強豪校。プロも注目するエース村田を要するも、夏の甲子園では、神戸学園の松原に逆転さよなら球を打たれ、準決勝に終わる。2巻で登場。 創立10年と、まだ歴史は浅いが全国から優秀な生徒を集め、優秀な指導者をスカウトし、お趣味なく資金を投入するなど、すでにスポーツ関係者からは無視できない存在となっている。そんな中、設立3年目の公式野球部は、他の分に先駆けて全国制覇を成し遂げたが、大会や女子野球自体の知名度が低いため、それほど 注目度は高くなくソフト部と間違えられることすらある。現在は、新キャプテン早坂を中心とした緻密な ID 野球で、男子野球部にも引けを取らない実力を持つ。3巻で登場。もともと無名の野球部であったが、秋季近畿大会の準決勝において、神戸学園に完封で勝利する快挙をなす。しかし、実質エースありまのワンマンチームであり、決勝では、 彼が一つの支給から大きく崩れ、コールド負けを喫したことから、春の甲子園の選考からは、外れてしまう。これは建前で、実際には、善良性である程度をやめる必要がなく、本当の理由は、自分が、学校の売名のために野球を強制され、使い潰されてしまうのではないかという疑念を持ったからで、ある。うんちくコーナーでも触れられているが、 高校2年生の女子でしかもアンダースローであることを考えればかなり早い部類に入る。それ以上は測ったことがないので不明だがかなり目は良い。はためにはわかりやすく実際気づいていないのは当事者の秋ぐらいである。狂犬を意味する鉄砲型の英訳と作中では解説されている。観光当時春夏の甲子園で時速 150km を計測した投手は 数名しかおらず、2020年現在2020年甲子園、高校野球交流試合を含めても20名しかいない。幸いにも、脳震盪を起こしただけで命に別状はなかった。ありがとうございます。